はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きている山ちゃんと申します。今回は Steam の1週間限定セールで高評価な作品をピックアップしました。1週間限定セールの期間は2月15日から2月22日の午前3時まで。掘り出し物がお手頃価格で手に入るかもしれないのでチェックしてみてください。紹介する作品は全て日本語で遊べる作品となっております。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。まずはじめに Keep Talking and Nobody Explores、 2015年10月9日リリース日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評、8670件中 98% の方が高評価。価格は1480円が488円の 67% オフ。参考プレイ時間は6時間です。2人以上で力を合わせて爆弾を解除するゲーム。プレイには2人以上のプレイヤーが必要です。爆弾を操作する処理担当者1人と爆弾解除マニュアルを解読する分析担当者1人以上が爆弾を解除するという作品。ゲームの大まかな流れは処理担当者と分析担当者に分かれ、爆弾を解除する処理担当者は爆弾の細部の情報を分析担当者に報告、そして分析担当者は処理担当者からの情報をもとに爆弾解除マニュアルを分析して処理担当者に解除手順を伝えるといったゲーム内容です。時間制限のある爆弾解除作業は一つでも解除方法を間違えるとボカンですので、慎重かつ迅速な対応が求められます。爆弾解除というひりつく状況ながらもみんなでワイワイガヤガヤ言いながら楽しく遊べる作品です。 Keep Talking and Nobody Explores は圧倒的に好評な日本語対応の作品です。アルバ・ア・ワイルドライフ・アドベンチャー、2020年12月11日リリース日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評、2130件中 97% の方が高評価。価格は1730円が951円の 45% オフ。参考プレイ時間は3時間です。地中海の島を舞台にした野生動物を守るアドベンチャー。本作の舞台は地中海のとある島。主人公のアルバはこの島にある祖父母の家でのんびり過ごす予定だったのですが、島にはゴミが散乱し環境が汚染されかかっています。動物が危険にさらされていると知ったアルバが地中海の楽園を探検しつつ島を救うために奮闘するといった物語です。ボリューム的には短めですが、登場人物も穏やかでいい人ばかり。のんびりした雰囲気でまったりプレイできます。細かく作り込まれたビジュアルやグラフィックにはかなりの時間をかけ、地中海にある島の美しさや心を癒す優しい世界観が丁寧に表現されている作品。アルバ・ア・ワイルドライフ・アドベンチャーは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。サッチアート・アーティスト・シミュレーター、2021年7月15日リリース日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評、1910件中 97% の方が高評価。価格は2050円が1537円の 25% オフ。参考プレイ時間は10時間です。芸術家になれるアーティストシミュレーター。 Steam でもいろんな職業を体験できるシミュレーターゲームはありますが、本作は芸術家を体験できる作品です。プレイヤーは2030年に生きる芸術家としてスペースアトリエで依頼を受けたり、描いた作品をマーケットプレイスで売って稼いだお金で生計を立てつつ道具やアトリエを充実させていく。本作の特徴は自由な発想で好きな絵を描くことができます。物理演算をベースに筆はペンはもちろん、ドライヤーやスプーンなど様々なツールを使ってお絵描きができちゃいます。思わぬ道具で傑作が完成するなんてこともあるかもしれませんね。無料版のサッチアートクリエイティブスペースはストーリーモードは遊べませんが、こちらも圧倒的に好評なので、ご興味ある方は遊んでみてはいかがでしょうか。サッチアートアーティストシミュレーターは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ピクニック、2019年1月25日リリース日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評、4110件中 96% の方が高評価。価格は1320円が396円の 70% オフ。参考プレイ時間は4時間です。可愛いキャラクター、ポップなグラフィック、時折出てくる皮肉など大人もしっかり楽しめるパズルアドベンチャー。
ゲーム自体は複雑なシステムもなく、出てくるパズルも簡単でカジュアルに遊べる難易度。デザイン、BGM、雰囲気も全体的に和やかで、ちょっと息抜きがてらにゆるーく遊べるゲームです。ピクニックは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ドアキッカーズアクションスクワット、2018年9月11日リリース、日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評、6150件中 95% の方が高評価。価格は1420円が284円の 80% オフ。参考プレイ時間は9時間です。ドアキッカーズのスピンオフ作品となる本作は、スワット部隊の一員となって人質救出、爆弾解除、ボスの生き残りなど、ドアを蹴破り犯罪者の立てこもる建物に突入し、ミッション達成を目指すアクションストラテジー。それぞれ能力の違う5種類のキャラクターは使える武器や装備が違い、成長要素やスキルツリーもあり、それぞれに異なる戦略が立てられます。2人プレイも可能で、ゾンビモードやエンドレスモードなどもあり、いろんな楽しみ方のできる作品です。ドアキッカーズアクションスクワットは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。A Plague Tale Innocence、 2019年5月15日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に高評、36,360件中 93% の方が高評価。価格は4880円が1220円の 75% オフ。参考プレイ時間は11時間です。黒死病が蔓延する14世紀のフランスを舞台に、若き兄弟の逃避行が描かれるアクションアドベンチャー。主人公の少女アミシアとその弟ユーゴの住む村が異端審問官により、理由も分からぬまま襲撃され、父は殺され、母が最後に言い残した言葉を聞き、兄弟は村を脱出します。異端審問官とネズミという2つの脅威に狙われながらも、幼い2人の過酷な旅が始まります。画面を埋め尽くすほどのネズミが動き回る様子や、死者の遺体がそこら中に転がっているなど、ハードな描写はあるものの、ストーリーやグラフィック、ゲーム性もよく、一つの映画を見ているかのような没入感を味わえます。続編のプレイグテイルレクイリウムも今年の2022年リリース予定となっています。A Plague Tale Innocence は非常に好評な日本語対応の作品です。ラバーズ・イン・ア・デンジャラス・スペース・タイム、2015年9月10日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評、2530件中 93% の方が高評価。価格は1480円が740円の 50% オフ。参考プレイ時間は6時間です。プレイヤーは宇宙の平和を守るべく活動する組織ラバーズの隊員の一人となって、仲間と協力して宇宙船を操縦し、さらわれてしまったスペースバニーたちを救出するといった物語。巨大な宇宙船に最大4人までが乗り込み、操縦艦、砲台やシールドなどの操作を分担して操作し、困難を乗り越えていきます。本作では最大4人での同時プレイが可能ですが、一人でプレイする際はスペースペットと呼ばれる動物が任務に加わります。操縦以外の操作は独自の判断で攻撃や防御を行ってくれます。シンプルな操作性とポップなアートが可愛く、ちびっこから大人まで楽しめる作品。ラバーズ・イン・ア・デンジャラス・スペース・タイムは非常に好評な日本語対応の作品です。ザ・ガーデン・ビトゥイン、2018年9月20日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評、1580件中 93% の方が高評価。価格は2050円が348円の 83% オフ。参考プレイ時間は3時間です。時間を操るパズルアドベンチャー。夢のような島々に迷い込んだ強気な少女アリーナと内気な少年フリント、親友同士を描いた物語。突如ノスタルジックな世界に迷い込んだ2人が、記憶の断片をたどり、共に過ごした思い出を紐解いていく。おぼろげな記憶から映し出される思い出をかたどった美しい世界を進み、優しくも少し切ない物語が展開していきます。画面を左右に動かすことで時間を進めたり、時間を巻き戻したりといった時間操作を利用して、ギミックを解いていくことでキャラクターの行動が変化して、ストーリーが進んでいきます。記憶で構成されている島々は日本の庭園がモデルとなっているとのこと。ノスタルジックな雰囲気が好きな方にはおすすめの作品です。ザ・ガーデン・ビトゥインは非常に好評な日本語対応の作品です。
Move or Die 2016年1月22日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評、14,300件中 90% の方が高評価。価格は1480円が370円の 75% オフ。参考プレイ時間は7時間です。タイトル通り動くか死ぬかのゲーム。テンポの速いミニゲームが収録されたパーティーゲームです。本作の特徴は動かなければ死んでしまう。動かずにじっとしているとヒットポイントが急激に減少してしまうので、常に動き回ってヒットポイントを回復し続けなければならないというユニークな作品。常に動き回らなければいけないと意識してしまうため、落ち着いて考えてはいられず緊張感のある勝負が展開されます。ラウンドごとに変わるルールや20秒ごとにギミックが変化するなど、1試合にかかる時間も短く、テンポの良さもあり、ついつい長く遊んでしまう作品。ムーブオーダイは非常に好評な日本語対応の作品です。ポリスストーリーズ2019年9月20日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評、4460件中 86% の方が高評価。価格は1499円が749円の 50% オフ。参考プレイ時間は5時間です。2D の見下ろし画面で展開するタクティカルシミュレーション。プレイヤーは刑事のジョンとリッキーのコンビを操作して、ギャングのアジトに突入し、人質を救出したり、悪人を逮捕したりといった危険な任務に挑むことになります。容疑者を無力化したり、証拠を集めたりすることでスコアが更新され、次のステージがアンロックされます。本作は敵を倒すのではなく、無力化することが目的。犯人を殺害するのではなく、逮捕することで高スコアが獲得できます。また正当性のない発砲や敵意のない容疑者を殺害してしまうとスコアがマイナスされてしまうので注意が必要です。本作はオンライン協力プレイにも対応。家族や友人と一緒に白熱の突入劇を楽しむことができます。突入した時の緊張感とスリリングな展開が魅力の作品。ポリスストーリーズは非常に好評な日本語対応の作品です。ブレスエッジ2021年2月26日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評、1720件中 85% の方が高評価。価格は2570円が1542円の 40% オフ。参考プレイ時間は15時間です。一人称視点の SF サバイバルアドベンチャー、宇宙版サブノーティカといった感じのゲームです。主人公のマンはおじいちゃんの宇宙操縦に乗っていた宇宙船が事故で大破してしまい、唯一生き残ってしまう。祖父の残した不死身の鶏と共に SF サバイバル生活が幕を開けるといった内容です。残り少ない酸素をやりくりしながら宇宙空間に漂う様々なガラクタを集め、クラフトで食料設備を整え行動範囲を広げていく。行動範囲が広がれば集められる材料や資材が増えていき、宇宙空間からの脱出に向けてストーリーも進行していきます。前編にわたってブラックジョークが散りばめられているコミカルな SF サバイバルアドベンチャー。ブレスエッジは非常に好評な日本語対応の作品です。はい、今回は Steam の1週間限定セールで高評価の作品をピックアップしました。1週間限定セールの期間は2月22日午前3時まで。掘り出し物がお手頃価格で手に入るかもしれないのでチェックしてみてください。紹介した作品は全て日本語で遊べる作品となっております。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単に分かりやすく紹介しております。他にもこれから PC ゲームを始めたいと考えられている方に Steam の導入方法なども紹介しているので参考にしていただければと思います。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆さん明日も良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。